本日は FBA 長期在庫保管手数料についてご案内いたします。まず最初に、長期在庫保管手数料とは何かをご説明いたします。その後、長期在庫保管手数料の確認方法、対象の在庫の返送方法を説明させていただきます。ぜひ最後までお付き合いください。長期在庫保管手数料とは、限りある Amazon フルフィルメントセンターのスペースを有効活用するために、フルフィルメントセンターでの保管期間が12ヶ月に達する在庫に対して課金するプログラムです。毎年2月15日に在庫一掃チェックを行っております。なお、保管期間が12ヶ月に達する前に販売された在庫や、在庫一掃チェック実施日の前日、2月14日までに返送、もしくは所有権の放棄依頼が出された在庫については、長期在庫保管手数料は発生いたしません。2月14日までに返送、または所有権放棄をご依頼いただけない場合、2月15日に対象となる在庫の長期在庫保管手数料を確定し、約2、3日営業後に課金いたします。一度課金された手数料は返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。それでは、どのような商品が課金対象となるのか、商品 A、B、C の例を見てみましょう。商品 A は2018年6月1日に納品され、2月15日まで納品がされており、約8ヶ月倉庫で保管されております。在庫一掃チェック日を迎え、保管期間が12ヶ月を超えていないため、課金対象外となります。次に、商品 B は2018年1月1日に納品され、2月15日になってもまだ返送の依頼が行われておりません。在庫一掃チェック日を迎え、保管期間が12ヶ月を超えておりますので、課金対象となります。最後に、商品 C は1月1日に納品され、2月14日に返送の依頼を行いました。保管期間は12ヶ月を超えておりましたが、在庫一掃チェック日以前に返送依頼を行っておりますので、課金の対象とはなりません。在庫の自動返送機能を利用しても同様に課金対象にはなりません。なお、この期間の間、商品の返送には通常よりもお時間をいただくことが予想されますので、お早めに返送のご依頼をお願いいたします。それでは次に、長期在庫保管手数料の計算方法についてご説明いたします。長期在庫保管手数料は、1000立方センチメートルあたりで請求が行われます。保管期間が12ヶ月以上の在庫に対して、1000立方センチメートルあたり174.857円が請求されます。それでは例として、幅33.5センチ、奥行き22.5センチ、高さ11.4センチのおもちゃを例に計算をしてみましょう。保管期間が12ヶ月以上の場合、174.857円かける幅35.5センチ、奥行き22.5センチ、高さ11.4センチに対して、1000立方センチメートルを割ると、商品1点あたりの長期在庫保管手数料が1592円だと分かります。それでは、ここからは長期在庫の確認方法をご説明いたします。まず、出品用アカウントにログインしてください。次に、在庫タブから在庫健全化ツールをクリックしてください。通知欄から長期在庫保管手数料に関するお知らせを確認し、右横にある商品を表示をクリックしてください。
リンク先の在庫の保管日数ページにて、長期在庫保管手数料の対象商品を確認することができます。見積もり額をクリックすることで、保管期間に応じた料金の内訳を確認することが可能です。長期在庫保管手数料の見積もりは、現在の状態から販売が行われず、返送または所有権の放棄を依頼しなかった場合の課金金額となります。また、閲覧時点では保管期間が12ヶ月に達していなくとも、このまま販売がされなかった場合、2月15日には保管期間が12ヶ月以上となる在庫についても、この見積もりには含まれております。それではここからは、対象の在庫が長期保管在庫手数料の課金が行われないために、返送もしくは所有権の放棄の依頼方法をご説明いたします。対象の在庫を返送したい場合は、ただいま開いていただいております課金対象の在庫ページにある商品名の左のチェックマークをクリックし、画面左上にある返送所有権の放棄依頼を作成を選択してください。なお、対象在庫にチェックマークをつける際は、返送をご希望の在庫と所有権の放棄をご希望の在庫に分けて依頼を作成する必要がありますことをご留意ください。それでは次のページでは、依頼の詳細内容をご記載いただきます。依頼内容欄で返送希望の場合は、お届け先住所を入力を選択。所有権の放棄の場合は、所有権の放棄を選択します。お届け先住所は、返送希望の場合のみ入力が必要です。返送依頼番号は、依頼後に注文管理でステータスを確認するのに役立ちますので、出品者様で管理しやすい番号を入力いただき、控えておくことをお勧めいたします。このページでは、選択した商品のうち何点を返送するのかを半角数字で入力します。在庫は保管期間が長いものから返送もしくは所有権の放棄が行われるため、先ほどご覧いただいた長期保管在庫の対象在庫のページと同様の数を入力することで、長期在庫保管手数料の課金を避けることが可能です。すべてご入力いただきましたら、続けるをクリックしてください。最終確認ページでは、お届け先、返送対象の確認を行ってください。なお、こちらのページでは、返送までにおよそ10から14日を要すると記載されておりますが、長期保管在庫課金に伴い、返送の繁忙期となりますため、14日以上を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。最後に、対象の在庫を自動で返送、ないしは所有権の放棄を行う設定についてご説明いたします。この設定を2月14日までに行うと、長期在庫保管手数料の対象在庫は課金が行われません。ただし、商品に対する返送手数料や所有権の放棄手数料は通常通り課金されますことをご留意ください。また、実際に返送依頼などが注文管理に表示されるのは2月15日以降となります。セラーセントラルトップから右上の設定タブから FBA の設定をクリックしてください。長期保管在庫の自動返送、所有権の放棄の設定のタイトルの右にある編集をクリックしてください。対象の在庫すべてを返送もしくは所有権の放棄、または商品の販売価格に応じて返送もしくは所有権の放棄をするかを設定する機能がございます。ご希望の設定をクリックしてください。対象の在庫をすべて返送する場合は、
上から3つ目の選択肢を選んでください。E メールアドレスと返送先住所、電話番号を入力の上で、更新ボタンをクリックしてください。対象の在庫をすべて所有権の放棄をする場合は、上から2番目の選択肢を選び、E メールアドレスを入力し、更新ボタンをクリックしてください。これで設定は完了です。商品の金額に応じて、返送、所有権の放棄、課金の上で販売継続をするのかを設定することが可能です。所有権の放棄の域値の設定をするか、返送の域値の設定をするか、もしくは両方を行うのかを選択し、ご設定ください。設定した最高金額よりも価格が高い商品に関しては、長期在庫保管手数料の課金が行われた上で販売が継続されます。入力が必要な項目は、行き地の価格のほかに、E メールアドレスと返送を選んだ場合は、返送先住所と電話番号です。繰り返しになりますが、こちらの自動設定は2月14日までにご設定いただく必要がございます。また、実際に依頼が注文管理画面に表示されるのは2月15日から1週間から2週間後となりますので、依頼内容が表示されるまで今しばらくお待ちください。こちらの講座では、長期在庫保管手数料について確認方法や返送方法をご案内いたしました。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。